京都市立大淀中学校は、京都市伏見区淀度下町にある公立中学校。久世郡の淀町、三巻村、佐山村で設立した事務組合立淀中学校が、前身の中学校である。三巻村と、助け三村は1954年に合併して、久世郡久美山町に、淀町は1957年に、京都市に編入されたが、1975年に、 淀中学校が、組山町立組山中学校と大淀中学校へ、発展的分離されるまで、事務組合によって、中学校が運営された。淀中学校時代の遠隔については、組山町立組山中学校も、参照のこと。1970年代前半、組山町に計画人口4500人、計画個数1300個の組山団地が建設される、 ことが決定し、組山町内の中学生が大幅に増加することが予想されたため、淀中学校を2校へ発展的分離する機運が高まった。1973年頃には、淀中学校の発展的分離が確実な情勢となった。1975年3月、事務組合律淀中学校は閉校し、翌4月には、 京都市立大淀中学校と組山町立、組山中学校への発展的分離が実現し、それぞれの中学校が開校した。八幡市の飛び地も校区に含んでいる。出店広報組山第64号。ありがとうございます。